どうも、今日ご紹介する商品はリラックマのパリのいちごインバッグポーチ&ケースコレクションです。システムサービスから出ている1回300円のガチャガチャです。全部で5種類のラインナップとなってます。おしゃれなデザインでパリのいちごをテーマにしたポーチコレクションとなってます。5種類ともポーチやケースになってます。ではラインナップをご紹介したいと思います。まず横幅が18センチあるペンケースです。次が縦28センチあるケースの台です。パリをテーマにしたということで、ここにちょっとエッフェル塔の柄もついてます。ペンケースにもついてます。そして3番目と4番目が巾着 A と巾着 B、 A がリラックマの柄で B がコリラックマの柄になってます。こちらにもエッフェル塔がワンポイントついてます。で最後にこちらがスマホケースになってます。でこのスマホケースはスマホを入れたまま操作が可能な仕様になってます。今日はこの中から巾着の Bをご紹介したいと思います。こちらにコリラックマの柄がついた巾着になってます。ピンクのチェックに白色のかわいいコリラックマが映えます。いちごの柄とここにエッフェル塔があります。縦が13センチぐらいなので、この乾燥した季節とかにはリップクリームを入れたりするのもいいんじゃないでしょうか。中はこうなってます。でピンク色の紐がついていて、ギュッとしめることができます。裏はこのようになってます。ぜひ使ってみてください。今日はリラックマのパリのいちごインバッグポーチ&ケースコレクションをご紹介しました。これからもいろんな商品を紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。